次です。エコをテーマとしたイベント、子ども地球サミット2010が今年の夏、南箕輪村で開かれます。今日は記者会見が開かれ、イベントを企画運営する飯田市の会社が概要を説明したほか、主催者を代表して唐木和直村長が意気込みを語りました。この村から環境の大切さや、あるいは仲間づくり、友達づくりの大切さを発信できればと考えておるところであります。また子どもたちに本当に思い出に残るような、また思い出作りができるようなサミットにしていかなければならないと思っておりますので、またそれぞれご意見をいただきながら進めさせていただきます。今年は7月30日から8月1日までの2泊3日で、小学3年生から6年生までのおよそ100人に参加してもらい、エコミュージカルの公演のほか、村内に滞在してさまざまな体験をしてもらう計画です。また去年に続き海外の子どもも招待する予定で、シンガポール、カザフスタン、エジプトなど6カ国を想定しています。ミュージカルでは初年度から特別講師を務めている元宝塚歌劇団の田島久美さんのほか、韓国を代表する伝統音楽演奏者キム・ドクスさんが出演します。また今回は地元の人たちにイベントへの関心を高めてもらおうと、サミットを応援する応援団を発足していて団員を募っています。